残りの施設を破壊するというほぼほぼパーフェクトですね、ネクロマンサーもゴーレムも死んでいないのでこれはもうパーフェクトでした。続いてはタウンホール8の教科書を見ていくことにしましょう。タウンホール8、ひらがなのアースさん、今回ですね参加してくださった方でカタカナのアースさんもいらっしゃるんですね。なのでひらがなのアースさんが入賞という形になりました。さあここで右からホグライダーを出していってます。今回も気を強勝ということで1回目の攻めは必ずヒーラーを組み込まなければならないという、縛りプレイでございます。さあここでですねポイズンは出さないんですね、この方。要するにアーチャーはですね、それも処理してしまうんですよ普通に。ここで焦らずにポイズンを温存していないですね。ここで、使うと、あ、使うんですね。さあそして、ここの定番中の定番ドラゴンの処理方法、手前にどんどんユニットを置いていって後ろからウィザードで焼いていくという処理方法でございます。はい、どうでしょうか。上からホグラッシュですね。もうこれはもう元祖ホグラッシュ、タウンホール8でもあるあるな感じのホグラッシュでございますけれども、スケルトントラップがワンサが湧いてますね。そして、双方から出すことによってホグライダーを中心部に集めているんですよね。そしてまたサイドに両極端といいますか両端にホグライダーを分散させていってますね。これ非常にうまいです。そうすることによってヒーリングがね、うまく使えるのかなと思います。そしてヒーラーも見ましたが、今ヒーラーをですね対空砲が破壊し終わったタイミングでヒーラーを投入しています。こちら非常に考えられていますね。そしてこのヒーラーがすごい割といい役割をしているのではないんでしょうかね。はい、スケルトントラップにずっとホグライダーが追われてるわけなんですよ。ホグライダーは防衛施設を破壊し終わらない限り、スケルトントラップにずっと攻撃されてしまうんですね。なので、結構回復するっていうのがまだ重要となってくるんですけども、こちらヒーラーがですね、非常に回復してくれて、こちらもいい、ヒーラーの使い方ですね。本当にヒーラーが最後まで生き残っていて、そしてヒーラーももう無駄なく使えているんですよね。こう、皆さんやっぱヒーラーを使うという縛りプレイの中で、ヒーラーを使っているんですけれども、最初の方に対空砲でこう落とされてしまったりだとかいうのが非常に多かった中で、こうして最後までヒーラーをですね、最後まで有効活用できているタウンホール8のアースさん、こちら非常にうまかったかなと、私は思います。ということであと44秒間、施設の破壊という形になりますね。ということで今回はタウンホール10、タウンホール9、タウンホール8の気を強勝を見ていきました。この気を強勝では必ずヒーラーを使わなければならないという縛りプレイでございます。さあそして次の動画ではグッドアタック賞、グッドアタック賞というのは私の独断と偏見で、まあ、基本的には星数が、星の数が影響してきて、そしてその次に、パーセントが、パーセントの多い順になっていって、その次にキヨキヨが独断と偏見で、まあ、パーセントとキヨキヨの独断と偏見は結構同じぐらいですね。別にパーセント高くてもキヨキヨの独断の偏見の方が高かったりするわけで、ね、するんですよ。まあということで次回グッドアタック賞タウンホール10、1人、タウンホール9、2人、タウンホール8、2人を発表させていただきます。ということでお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。